ヘモグロビンの酸素解離曲線、酸性に傾くと酸素解離曲線は赤線方向に移動し酸素を多くは含めない。逆にアルカリ性に傾くと酸素解離曲線は緑線方向に移り酸素を多く含める棒は効果とは血液内の二酸化炭素量の変化による赤血球内の pH の変化によりヘモグロビンの酸素解離曲線が移動すること。生理学者 クリスティアン・ボーアにより発見された。ヘモグロビンの酸素解離曲線が、pH の低下や、温度上昇などの変化によって、右方変異することで抹消で酸素を解離しやすくなり、pH の上昇や、温度低下などで、左方変異することで結合しやすくなる効果である。ボーアの言論文をもとにした説明。酸素に富み、二酸化炭素の少ない肺に行くが、 もしも二酸化炭素がない環境だと思っている酸素のうち18%程度しか放出できないが、組織内に二酸化炭素があると約50%、二酸化炭素があると約70%もの酸素を放出することができる。赤血球に取り込まれた二酸化炭素と水は炭酸脱水酵素によりへ炭酸イオンとプロトンに乖離され、赤血球内の pH が低下することで、 ヘモグロビンの酸素親和性が低下しヘモグロビンは酸素を乖離しやすくなる。逆に二酸化炭素の少ない環境では赤血球は重炭酸イオンとプロトンから二酸化炭素と水を作り二酸化炭素を放出することで赤血球内の pH は上がりヘモグロビンの酸素親和性が増加するのでヘモグロビンは酸素と結合しやすくなる。pH の低下以外には温度上昇。 3ビスホスホグリセリン酸使用濃度上昇により、ヘモグロビンの酸素解離曲線は、右方変異を起こす。逆に、pH の上昇、温度低下、2、3BPG 濃度低下は、ヘモグロビンの酸素解離曲線の左方変異を引き起こす。ありがとうございます。